っていうか、お前、俺のこと好きでしょっていう感じの、あのー、ついさっき、入職して4ヶ月の女、薬剤師の方が、あの、いついつ辞めるという話を二人きりになった時にされたんですけど、あの、ちょっと前の動画で、あのーあのー、退職、 するとしたいということを言ってきた子がいてまあそれからまあ多少連絡っていうか話はなんだろうやめる話はそれからそんなしなくなったんだけどしなくなったからああれはなかったことになったのかなとかちょっと思いつつまあ普通に過ごしたらあの、まあ、ついさっきっていうと いう話で、本当に、あの、今動画を撮ってる日の朝、あの、仕事開始、ちょい前ぐらい、あの、タイミング的に、本当に二人きりになったタイミングがあって、なんか急に話しかけてきて、<laughs> なんか、 引き止めに会ってるんですけどいついつに <laughs> まあ辞めることになりましたみたいなことをお話しして <laughs> ああれ本当の話だったんだみたいなまあ本当だろうけどあのあそうなんだと思ってた,ただまあ引き止めにあってパートでもみたいなまあそれはどこの,あの職場でも同じなのかなと思うんですけどまあ辞めること にななったたと何何月何日みたいなでその事実を知っている人間少なくてあのめちゃくちゃ、まあ、女に限ってじゃないかもしれないけどあのめちゃくちゃ仲良く喋ってる人に言ってなくて俺に話してくるって多いっていう感じなんだけどなんかなんだろうねすげえ仲良く 喋ってるくせに裏ではそうでもないみたいな。まし、そんな縄張りじゃないけど、そういうのあるのあれだなぁと思いましたね。なんか、女男の違いなのか、それとも人の違いなのか、うん、それ性格の違いなのかわかんないけど、うん。なんかうん 性格もあると思うんですけど、仲がいいように見せて実はみたいなとか、あんまなくてあの、自分自身が。なんか仲悪いのに一緒にいるのってあのストレスたまるし、なんか居心地悪いとこ嫌いなんで、あと待つのとかも嫌いなんで、うん、そもそも。 あんま好きでもない人間のために待つとか、そういったの論外なので、よくできるなってちょ思いますね。うん。ただ、まあ、結構辞める率、高いのか、まあ、辞めるよねっていうのは、まあそうなんだけど、うん。で、その、4ヶ月か、4ヶ月だよね。 くらい経って、まあ、来月辞めることになったんだけどうん5ヶ月ぐらいで辞めるみたいな前職が3年いなくて辞めてで今回ここで5ヶ月で辞めてみたいな。ま やめ癖みたいなのってつくのかなっていうのはありますね。薬剤師、どこの職場でも、まあ、働けるっちゃ働けるので、まあ、ただ、一つものが、どこの環境行っても、まあ、同じ比率だよねっていう、まあ、こう、なんか嫌なやつがいたりとか、ちょっと気違いみたいなやつがいたりとか、 なんか相談役みたいな人がいたりとか話しやすいやつがいたりとかねそういったのが、まあ、いると思うんでまあ自分自身の、うん、やりたいことが、まあ、ある程度できるところと自由が利くところであれば、まあ、いいんじゃないかなとすごく思いますね、まあ、結構あの自分自身があの自由が利く立場なのでまあ まあそれもあるのかなと思うんですけどまあただそこに行くまでの過程がいろいろあったんで、うん、まあそこまで行くまでがまあ大変なのかなと思うんですけどね本当にまあこんなあの適当に喋ってるように見えますがあの完全に薬剤部内の2番手で,で1番手薬剤部長ねであの D.I. の責任者で、あと、なんだろうね。もうほとんど、病棟業務とかも全部フォローしたりとか。あとは、まあ論文とか、学会発表とか、まあ積極的にやりつつっていう感じで、うん、ほぼ自由にやらせていただいてますが、まあ、自由っつっても大変ですけどね、普通に。 そうそう。うんなんで、なんかね、自分より、まあ年下、まあ基本的に後輩って年下って思いたいんだけど、年上の後輩が多くて、逆に。そう、なんですよ。まあ年下の、今回は女薬剤師の子が年下の後輩だったんで、うん、なんかね、まあ考えるところが。 ありますがもう一人あの入りたての新人の薬剤師の子がいるんですけど、まあ、その子がまあね変にストレス抱えないで持ってくれればいいんですがまだ入ってその子は3週間弱4月1日に入職したんでまあ大変っちゃ大変だと思うんですけど。 うまく周りが、あの、あのこ、この人に相談するといいよって毎回言われるっぽいんで、まあ、いろんな、まあ事務さんだとか、まあ他の各部署の人とか、薬剤部内とかであの、相談を受ける窓口みたいになってるんで、<laughs> よくわかんないけど窓口になってるんで、まあ、話しやすいとか、まあちゃんと口が固いっていうか、 あの言わないでねっていうことは絶対言わないし、うんまあ、ちゃんと聞いてくれるっていうことで、まあ、話しやすいポジションにいるみたいなんで、うんまあ、そんな感じでございます、はい、なのであの、後輩の女役者士の方は来月あの、退職されますので、疑惑じゃなくて、本当だったっていう話でした。 ご視聴ありがとうございますこの YouTube 動画では雑談音楽配信ゲーム配信を主にやっておりますまた引き続き頑張っていきたいと思いますのでよろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたしますあとグッドボタンよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょうじゃあね